はいどうも、ヘビフロッグと申します。先日林を散歩していると、葉っぱの上に枯葉のゴミが落ちていたんですよね。葉っぱの上に枯葉が落ちていること自体は何らおかしくありませんが、なんとその枯葉のゴミが風が吹いていないにもかかわらず動いていました。明らかに不自然に思い、その葉っぱの上にある枯葉を観察すると、なんと枯葉を身にまとった生命体でした。それがこいつです。一見葉っぱの上にあるゴミにしか見えません。意識しないとこれが生命体とは思えないですよね。動いていなければ 100% 僕の目は欺けました。ですが我慢できなかったのか動いてしまったので、残念ながら今はここにいるというわけです。どの角度から見てもただのゴミにしか見えません。近くで見るとわかるんですが、この茶色い部分は明らかに枯葉です。体に覆われた毛や皮膚ではなく、明らかに枯葉ですね。それであればこの生物は枯葉を背負っているということですね。お、動いています。クラクラと横に動いていますね。この前クサカゲロウの幼虫というゴミを背負う生物を観察しました。ですがこいつは圧倒的にこの前観察したクサカゲロウの幼虫よりも大きいです。それではこの生物は一体何なのでしょうか。今回はこの枯葉を取り除いて正体を暴きたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。左右に動いていますね。それでは早速取ります。ほら、お、なかなか固くついているのか簡単には取れません。というわけで全ての枯葉を取り除きました。さあ中にはどのような生物がいたのか早速見ていきましょう。お、これはイモムシです。この動き見覚えがありますね。これはシャクトリムシです。この生物は青シャクの仲間で、いわゆるシャクトリムシです。この青シャクの仲間の幼虫にはこいつのようにゴミをまとって生きているものがいるんですよね。シャクトリムシといえば自分の体を枝などに擬態させるんですけど、こいつの場合は枯葉を身につけてその枯葉で体をカモフラージュします。ミノムシなんかに似ていますね。ただミノムシと違い枯葉の中に入っているわけではないですね。また脱皮するときに体についている枯葉は全て脱ぎ捨てるそうです。よく見てみると体中にトゲトゲがついていますね。近くで見ると先に毛のようなものが生えています。おそらくこれで枯葉を貼り付けているんでしょうね。それでは試しにこいつにこのティッシュペーパーを貼り付けたらどうなるのか検証します。お、ティッシュペーパーが貼り付きました。新しい素材を入手できましたね。それでは試しにもう少し貼り付けましょう。先ほどの落ち葉のように体中にティッシュペーパーが貼り付きました。貼り付くシステムはクサカゲロウの幼虫と同じなんですね。お、ティッシュペーパーをつけて移動しています。おー、気に入ってる気に入ってる。新しい服装を気に入っています。これもこれで可愛いですが、これで森に返すと簡単に鳥などに食べられてしまいそうなので戻しておきます。はい、というわけで今回は体中にゴミをつけるシャクトリムシを観察しました。いやー面白いですね。まさにおしゃれなシャクトリムシです。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。